那覇市内観光収遊バス。那覇市内観光収遊バスは、沖縄県那覇市内で運行していた観光地収遊バスである。愛称は、那覇まゆいゆい号。那覇市内の観光地、名所、商業施設、主要ホテル等を循環する観光地収遊バスで、2013年6月1日から一括、交付金約1億6000万円を活用し、 実証実験として運行を開始した。定期路線バスとして観光地をめぐり、途中停留所で自由に乗降できる形態の周遊路線バスは沖縄県内で初である。実証実験としての運行開始当初は企画、運営は那覇市から業務委託された那覇市観光協会が行い、バスの運行は那覇バスが行う形であった。運行ルートの検討にあたっては、 那覇空港発着案、近所ダム通り経由案などがあった。2014年8月より、那覇空港発着のルートに変更された。運賃や乗車券については当路線独自のものはなく、那覇バスの他の那覇市内線一般路線バスと同様の扱いで、現金、市内線用を均一回数券、大きかの他に、那覇バスが発行する1日乗り放題パスポート、 那覇バスと沖縄都市モノレールが発行するバスモノパスが利用可能であった。また、観光地周遊バスであるが、那覇バスが発行する市内選定期券も利用可能であった。運行開始当初、午前中に那覇バスターミナルを出発する住民には、那覇町前ガイドが同乗し、観光施設等の案内が行われていたが、2014年10月で終了した。 2015年3月まで実証実験として運行を行い、以後は那覇バスによる独自運行に移行したが、停車地を減らし運行本数も大幅に減便した後、同年8月31日限りで運行休止となった。専用の赤いバス停と一般路線用の通常のバス停運行は、片回りのみで観光地、名所、商業施設等の最寄りである以下のバス停にのみ、 停車した。通常の路線バスのバス停とは別に専用の赤いバス停を設置したが、2015年5月19日以降は一般路線バスの停留所にも停車するようになっていた。停車停留所が少ないため、那覇市民に対して休校バスとしての利用も呼びかけられた。2015年5月18日までは沖縄都市モノレールの駅から遠く離れた名園を経由しており、 式名園から最寄りの首里駅までの間を最短経路で結ぶ直通バスとなっていた。瓶型をモチーフにしたデザインのラッピングが施された中型車を5台使用していた。ただし、市内線カラーの中型車が代走する場合もあった。ありがとうございます。